ご視聴ありがとうございます。今回はギブアップハイスクールの面白いシーンを特集する動画の第4弾を公開させていただきます。ここからはネタバレを含みますので、ご注意の上ご視聴ください。この男の名は加藤博史。ビーバップの主人公の一人でありながら、女縁がない状況が続いており、そのことが原因で後輩の純と本気で喧嘩になるほどやばい状態の博史は、苛立ちが収まらず、トールとノブオも手を焼いていました。そしてトールがノブオに純から何か聞いていないかという話をしていたのですが、そのことに気づいたヒロシが、何をこそこそ話しているんだ、俺に聞かれたくない話か、無理して俺に付き合わなくていい、ダブルデートでもしてこいと皮肉を言います。するとトールが、向こうにいる2人組の女が可愛いと話していたんだと言ってごまかし、それを聞いたヒロシが2人組の女を探します。そしてヒロシが2人組を発見するのですが、ヒロシはノボウにナンパをしてこいと指示を出します。するとナンパをしたことがないノボウが拒むのですが、トールがやるだけやってやれとノボウを諭します。するとその様子を見たヒロシがノボウに対する嫌味を連発したことで、ノボウが珍しくムキになり、喜んで行かせていただくと皮肉を言って、心の中で愚痴を言いながら女子2名を追います。そしてノボウが女子2名に声をかけ、時代錯誤の話し方でナンパを開始し、それを聞いた女子2名が逆にこれはナンパなのかと問い合わせます。するとノボウが大きくジャンル分けすると、ナンパになると答えたことで女子2名が大爆笑をしたため、焦ったノボウは自分ではなく後ろにいるパーマの男が彼女ができなくて寂しいから女の子と話をしたがっていると伝えます。するとショートの女子がモテないようには見えないと発言し、ロングの女子は結構かっこいいとノボウに伝えるのですが、ヒロシに対して腹を立てているノボウがヒロシが近づいてきていることに気づかず、泥道ろくな野郎ではないなどヒロシの悪口を連発します。その後ノボウに誰かが声をかけ、ノボウが振り向くと、そこにはぶち切れたヒロシが立っていました。するとヒロシを見たノボウが凄まじいリアクションを取るのですが、時すでに遅しでヒロシがノボウに折檻を開始します。そしてヒロシは何を思ったのか、こんな女たちに何時間を食っているんだとノボウを責めます。するとその言葉を聞いた女子2名からクレームが入るのですが、ヒロシは可愛いからと言って偉そうにするなと逆にクレームを飛ばします。すると可愛いと言われたことで怒るに怒れなくなった女子2名に、ヒロシが悔しいけど2人とも超可愛いのは認める、さらに2人連れで2人とも可愛いのは珍しいなどさりげなく女子2名を褒め続けたことで、女子2名がヒロシマジックにかかってしまい、ヒロシが1人で女子2名のナンパに成功します。そしてこの時に、俺には友達なんていない、いるのは手下と敵だけさという名言が生まれます。翌日、トールがヒロシに昨日の女たちとどうなったかを聞いていました。するとヒロシがさりげなくポケットの中から何かを取り出してトールに投げつけます。そしてそれをキャッチしたトールの手の中にはホテルのマッチが入っていました。その後ヒロシがロングの方の女子と久々だったということもあり、2戦を交えたという話をしていました。するとその話をどうしても信じたくないトールが反論をするのですが、気持ちに余裕ができたヒロシはトールの反論を軽く聞き流します。しかし絶対ヒロシの話を信じたくないトールは、それはおかしい、さらにその話が仮に本当であってもと話すトールに、ヒロシが仮にではなく本当だと言ってさっぱりした顔を見せます。そしてヒロシがロングの女に次いつ会えると聞かれたらしく、それに対してヒロシは男がいるんだろうと問いかけると、ロングの女が男と別れると言ったらどうすると答えたらしく、その答えを聞いたヒロシが別れてくると言うなら本気で愛してやってもいいと伝えたという話を聞いたトールがいつの間にか興奮しています。そしてヒロシがそこから2戦目が始まったと話します。するとそれを聞いたトールの顔が引きつり出したことで、ヒロシがどうしたんだと疑問を投げかけます。するとトールが俺は普通だと言ってタバコに火をつけようとするのですが、明らかに苛立っています。その後トールが本当はヒロシのことを心配していたから、女ができてよかった、心からおめでとうと気持ちの入っていない言葉をかけるのですが、女ができて心に余裕があるヒロシはその言葉を素直に受け止めます。そしてヒロシは証拠がいるトールが羨ましかった、
さらにトールとは互角でいたい、追いつきたいとずっと思っていた。それなのにあっという間に自分を追い抜いた俺におめでとうと言ってくれるとは、なんていいやつなんだと言ってトールの肩を叩いたことで、トールのフラストレーションが全開になります。そして何も見えていないヒロシが、トールは最高の友達だと発言し、その後に女と約束があると言ってこの場を立ち去ります。するとトールの顔がフラストレーションの塊のようになり、ヒロシが振られた時は鬼のように笑ってやると宣言します。そして翌日ヒロシは振られていました。しかもお母さんがダメと言ったという無茶苦茶な嘘をつかれ、ヒロシは自分が情けなくなり涙を流していました。さすがにヒロシのこの姿を見てトールは笑うどころか唖然としていました。するとヒロシがおかしいだろう、笑えよと言ったその時、トールは本当に鬼のように笑っていました。翌日カニエが怒り狂っていました。その理由は前日に女に振られてトールと喧嘩をしたヒロシでした。その後も自分に無理をしてカニエが怒鳴り散らしていましたが、ヒロシが言うことを聞くことはなく、カニエがトールに事情を聞きます。するとトールが女に振られたことが原因だと伝えるのですが、それを聞いたカニエはトールにヒロシを何とかしようと発します。しかしヒロシを何とかしないといけないのは教師であるあなたです。その後カニエがヒロシの元に向かい、ヒロシにたかが女に振られたぐらいなんだと言って話しかけるのですが、それを聞いたヒロシが激怒します。するとカニエが実は35歳という年齢を明かしたことでヒロシが驚くのですが、カニエは驚くのはまだ早いと発言し、実は俺は高校生の時からこの顔なんだという衝撃の告白をします。その後カニエは過去の話に拍車がかかり凄まじい形相になり、女子校の教師はバレンタインデーにチョコレートをもらうのが当たり前が自分だけがもらえなかったと熱く語るのですが、そんな自分にラブレターを渡してきた生徒が現れたことも話します。そしてラブレターをもらったカニエは一生懸命返事を書いたそうなのですが、カニエが書いた返事の手紙は掲示板に貼り出され、全校生徒の笑い者にされてしまいます。そしてカニエはラブレターを渡してきた女子高生のボランティアだった発言を聞いて、思わずその生徒の首を絞めてしまい、そのことが原因でカニエは責任を取って学校を辞めたそうで、カニエの過去を知ったヒロシの開いた口が塞がりません。するとカニエが、お前は俺と比べれば幸せ者だ、出会ってすぐの女と、あれができてラッキーだったなと伝えたことで、ヒロシが納得して自分が間違っていたとカニエに伝えます。するとカニエは、女で落ち込んだ時は女に溺れるのが一番だと言って、ヒロシに大人のお店を奢ってやると教師失格の発言をしたことで、カニエとヒロシの間に教師と生徒の垣根を越えた友情が芽生えます。その後カニエは校長室に呼ばれるのですが、校長から縁談を頼まれたと言われて、相手の写真を見せられたカニエは興奮が収まらずにやけた顔で、相手のスリーサイズを校長に問いかけたことで校長が完全に引いていました。そして放課後カニエはヒロシに、大人のお店の話はなしだ、さらに35年間溜まった愛の上を写真の女に注ぐと宣言し、その上人生は女だ愛だと発言します。するとそれを聞いたヒロシの怒りはふつふつと湧き上がるのですが、カニエはそんなことはお構いなしで、俺は校長の親戚になる、今後俺に逆らったらすぐに退学にするぞと発言したことで、教師と生徒の垣根を越えた大乱闘が始まります。ちなみにヒロシが振られた本当の理由は二人の女にモテたことが原因でした。かっこよくて口がうますぎるというのも考えものですね。よろしければ次回の動画をチャンネル登録をしてお待ちください。ご視聴ありがとうございました。